中島よしき。皆さんこんばんは、中島よしきパーソナリティ、イベントとかライブとかこうの前にする ルーチンみたいなやつは歯を磨くことの中島よしきです。はい。この番組は文化放送とはなかなかご縁がなかった僕中島よしきがこれまで培ったノウハウを存分に発揮しつつ、さらには番組作りの裏側を見せながら組み立てていくワンクール限定の裏表ない実直型ラジオ番組です。これ結構僕に限らず、声優とかに限らず、出役の人たちは楽屋でめちゃめちゃ歯磨いてる。うん、なんでって聞かれても分かんない。なんとなく、あ、ご飯食べてたりとかするからかな。あの楽屋でお弁当いただいたりとかした後とか、なんとなくやっぱね、あの口さっぱりするし、あとやっぱね、皆さんの前に出るからね、歯に青のりでもねついてたら台無しじゃないですか、っていうのがあるのかもしれないけど、俺も例に漏れず、まあ、イベント、うん、最近だと朗読劇とかライブとかの前は、結構ね準備が遅いんですよ僕。5分前に来てくださいって言われて動き出すタイプで、15分前ぐらいまではもうずっと椅子に座ってベアーってしてて、10分前ぐらいからのそのそ歯を磨き始めて、5分前に呼ばれる時になってはいみたいな。でも5分前に呼ばれる時は絶対もう準備万端です。あ、それを間違えると、あの本番の時間を読み間違える、まあ、畑中みたいなパターンもねありましたね。これはタスクと一緒にね出た、番組のイベントで、何時配信番組で、何時から本番ですよって言って、まあ、タスクがいないと、でみんな、別のフロアだったから降りてきちゃって、ラインナップこう座った時にタスクがいないと、どうする、まあいっか始めちゃおう。タスクが楽屋にいて、呼びに来ると思って、誰もいないから、どこ行ったんだろうと思ってたみたいな。誰もいなかったら多分みんな行っちゃってるだろうと思って。いやね、っていうことはあんまない。だから5分前にトイレ行ったりとかで、あの人どこ行ったってなることは自分はあんまないですけどね。なんかルーティーンとかに憧れてた時期がありましたね。楽屋の作り方とか、なんか荷物どう、何を持ってくとか、本番前はこれをやるとか、結果何もない。持っててました、いろいろ。なんか何、顔コロコロするやつとか、そうそう、ビガンローダーみたいなやつ持ってったりとか、なんかいろいろ自分の中で、これをやったら効率よく気持ちよく臨めるかなみたいなルーチンを作りたい、憧れるな。左足から靴履くみたいな、左足から打席に入るみたいなのにすごい憧れてたんですけど、何にも習慣にならなくて、歯磨くぐらいしかやってない。ない。歯磨き粉のこだわりは、フブラジに中村えり子さん来てくれた時に、ちょうど誕生日、自分の誕生日の前後で、歯ブラシセットを、矢島さんたちから Bluetooth の、スピーカーをもらったから、ツースカーっつって、歯ブラシをもらう、歯をケアするものをもらうっていうので、コンパクト電動歯ブラシとその時もらった歯磨き粉を使ってます。それをずっと持ち歩き、今もあります。それ結構俺だからね、それで言うと持ち物というか普段持ち歩いてるものがでかい。こういうね、でっかいトラベルポーチみたいなのに、そう、例えばなんだろう、これ服コロコロするやつ、猫の毛とかね、こんなんコロコロしても一生出てきますけど、これです。歯ブラシと、ハイティースっていうオールインマウス歯磨き洗口液って書いてありますね。これで口ゆすいだり歯磨いたりとか、あとはだからそのキャベジンとか。あとはこれはあれですね、ステインペンつって、シミとかなんか跳ねちゃったりとかした時に、応急処置で拭いたりとか、
そう、あとはもうね、ほらこうアルコールとか、そう、鼻スプレーとか、爪切りとかそう、これがあれば、だから逆にこれさえリュックに入れておけば、1泊2日とか2泊3日ぐらいだったら全然現地でね下着とか買えばいけるから。これもう1個袋が増えるんですか？なんだろう、楽しみだな。どんな袋が増えるんでしょうか。それでは中島よしきによる中島よしきスタートです。中島よしき、この番組はニジスタの提供でお送りします。ここそこで切られてるくらいな、このように思いました。何喋ってるの？サンデラリヒケのコスを小さく埋めろ。中島よしき、改めまして中島よしきです。というわけで高橋くんですけども、はいテンション低い、上げてこう上げてこう。何どうしたのどうしたの。前回はね、スケジュールの都合でちょっと来られなかったけども、はい、まあということは1週分時間があったということで。あ、有給だったの今日？あ、はい。ごめんって。それは大丈夫です。ごめんね。他にも収録入って、斉藤聡馬さんも。あ、そうなの？はい、浮気じゃん。おい、あっという間にあいつに付き上がって。あっという間だったな俺たちのこの関係は。いいけど別に。SS さんね。はい。まあありがとうございます、出社していただいて。はい、こちらこそいつもありがとうございます。まあ1週分あったということで、はい、前回来られなかった分、はい、そのグッズの進捗を聞きたいんですけども、はい、いいでしょうか。もうはい、もう任してください。まずこう図案がね、あ、これサンプルですか？サンプル先ほど届きまして。わあすごい、まあ、いいじゃん、形になっております。ただ想定してた、ここで話してたものの3倍ぐらいでかいんだけど、はい、そうですね、まあ先ほどいろいろ叱りも皆様から受けまして悶着がありましたけども、本当に久々に死にたいなっていう。まあ高橋君の判断でこっちの方がっていう。そうですね、はい、大きい方、大きい、結構ペンケースっていうかポーチ的なサイズ感になってますけど、はい、質感も、うん、はい、あとロゴの配置とかね、ロゴの配置とかも良かったんだよね。全部含めてこっちの方がいいかなって思ったんですが、でも俺これ持ってるからさポーチは大丈夫だよ。でも矢島さんが言ってた、アイコス入れるってすごいよ、欲しかったよね。だからペン 2,3 本プラスアイコスが入るんだよ。そうです、そうですじゃねえ。そう、充電器も入るよ。はい、大きめの、皆さんちょっと大きめの小物入れになりました。そう、もうペンケースで枠を超えました、ね、超えて。そうだから言ってた、番組の中でね、小学生中学生ぐらいの女の子がいろいろなペンをね、はい、じゃらじゃら入れて、はい、4,50 本ぐらい、何それ何色みたいなペンも出てくる。そういうんじゃなくて 2,3 本入るちょっと大人のペンケースがいいよねって話してたら、ジャラジャラの方になったっていう。いやー無力ですね。違うんだよ、これに関しては力を持っていたがゆえに、はい、進めてしまったというね。そうだから矢島さんも言ってましたけど、相談しよう。もうはい、ちょっと次回から今後させてください。はい、ぜひ。全然これがダメっていうわけじゃなくて、いやもう、はい、そうそう、アイコス入れ欲しかったから矢島さんはね。まあそうなんですね。いや俺もあったら入れるものいっぱいあるから使うけど、ちょっといろいろ3方向ぐらいから催促が始まってまして、そっか、私もてんやわんやしてしまいました。てんやわんやしたんね、脳みそが回ってませんでしたね。いやいや、誠に申し訳ございました。まあでもこれはこれで全然使い勝手いいものになってますから、エアコミケには間に合う。エアコミケには、はい、ちなみに明日からね。あ、はい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 、そうね、オンエアベースだとね、はい、明日から。そうですね、オンエア、そうですね、この、はい、これ20日ですから、21日にエアコミケが間に合うことにはなってます。ただそうですね、カート自体は、はい、購入はもうできるんですが、はいはいはい、ちょっと配送の方がちょっと1月の中旬とか上旬になってきますよっていうのは、全然全然すぐじゃないですか、お買い求めいただい
ってる方にはちょっとお伝えしたいかなというところですね、はい、じゃあ、ここにいただければ1月には皆さんのお手元に行くということで、ぜひ、渾身高橋くん渾身の、ペンケース、はい、ポーチ、はい、アイコス入れ、はい、俺アイコス吸わないからさ俺はあの別の用途でも、ね、もちろん使いますけど、皆さんもぜひ、お手に取っていただきたいなと思います。本当にでもこれロゴがねすごい映えるキャンバス地のものになって、これ持って今日は写真撮りましょうか。あ、もうぜひお願いします、はい、あ、ちなみにペンが、ま、マーカーペンも、マーカーペンも、はい、これはおーすごい、なんで坂本さんに見せんの先にえすごい反応が、反応がそういうとこだよ高橋くん坂本さんの反応が嬉しくてちょっとすごいすごい、これちゃんとロゴ入ってる、いいじゃんこれ、フリクション3色です、フリクションでこのマーカーになってるから、こう書いたやつがこう消せるってやつですね。あー消えるじゃん、あこれいいじゃん、あよかったです。うん、これが、ピンクと緑と黄色3本、はい、プラスペンケースでご購入いただけるということですね、はい、いや、いいじゃないですか。そうだよ、なんでだよなんでこんな回り始めてから急に新情報ごめんなさい、いや少しずつこうやって学んでいきますね。そうそう、この番組のねサブタイトル中島よしきから波線があって、はい、そういうとこでは高橋くんサブタイよこれ副題、うん、まあねこれを斉藤聡馬さんの方で生かしてくださいはい、というわけで皆さんね、グッズの方は、まあ、写真とかうんぬんかんぬん多分ツイッターとかで上がりますんで、ぜひ見ていただきたいなと思いますけども、ラスト2回、このよしきもラスト2回ですけど、これちょっと坂本さんが最近目撃したあの長編町の面白話ですけど読みますよ、この間地下鉄に乗っていたら後から乗ってきた男女2人組、女性がすごい剣幕で男性に詰め寄っていたので血は喧嘩かと思ったら、あなたが上司に私の言ってることをあげてくれないからいつまでたっても職場環境が変わらない、こんなことになるんだったらもっと早く辞めていたので私の時間返してくださいと言っていました。男性はあからさまに面倒くさそうな顔と、途中の駅でドアが閉まる瞬間男性ダッシュ逃げていきました。あっけに取られた女性はその後すごい勢いでスマホをタップ、きっと男性に鬼ラインをしていたのでしょうか、ということで、いや電車ってドラマがありますよね。あんなにだってさ、あの知らない人たちが集まる空間もなかなかないわけじゃないですか、まあ、それで言うと、まあ、俺最近あの電車乗らなくなりましたけど、それでもやっぱ終電間際の、あの改札前でなんでここでそれの話するんだろうなみたいなあのさめざめと泣いてる彼女を一生懸命慰めてる彼氏とかいますね。なんでここでするんだろうと気になると思って、何に怒ってんだろうとか何に悲しんでるんだろうとか、やっぱデバガメ根性がさ、なんとなく野次馬根性みたいなのが働く、聞かないけど別にそれを眺めては帰らないけど、俺も終電あるからさ帰るけどさ、なんでなんかやっぱあるよね終電間際の、なんか見たことある高橋くん。ありますね、なんか、まあ、高校生よく私見ますね、うん、なんかすごいじらしてるんですよねいつも、そのデコはつけてあ唇はつかないみたいな、なんなみたいななんかこのなんか角度っていうとちょっとラジオとか伝わらないんですけど、ね、多分ね、そうね、ちょっと駅遠いとかね離れたところに住んでんだろうね、まあ、終電よりはもっと前の時間だと思うけども、帰らなきゃいけないとかだとね、改札前とかでね、はいはい、まだ帰りたくないでもお前もう終電だろ、俺がお前のお父さんとかお母さんに嫌われたら嫌じゃんみたいな、でもあ次くらいのに乗って帰るみたいな、一生やってるやつね、はい、早く帰れよと思うよね本当にもう勘弁してほしいですね、帰んなよ、お父さん心配してるよ高校生だったらいいねそれは見たことない、本当に 5,60 代の方でおでこつけて私まだ帰りたくないって帰んなよいやいいのよ、
いい、あのその感情があるのは素敵なことですよ。もう少し一緒にいたいとかロマンティックじゃないですか。でも改札の前でやんないすごい皆さんが思ってる以上に見てるからさ。そうです、ね、改札前とかあと電車の中もそうじゃないですか。これ坂本さんのこれはさ、まさにさ電車の中不特定多数それこそ坂本さんとか見てたわけでしょ。めっちゃ目の前だって距離感とかないのかなと思って。いやよ、しかも別に多分これはあの会社のちょっとした上司先輩後輩ぐらいの関係ですよね多分ね。でこの女性の方が職場で気に入らないこう変えて改善してほしいところがあって、それを先輩である人に、まあ、これが中間の人なんでしょうね、上司に言ってください。この人がのろらりくらりと報告しなかった。だこの男性が本当にあの仕事ができない、あのすぐ保護連想ができない人なのか、この女性がすごい無茶苦茶を言ってるのかがそこでは分かんないわけじゃないですか。分からない、うん、そのさあの男性もすごいよね。その閉まる間際の扉にバンってやっぱ人間追い込まれるとねそうだね本当に。多分秒遅れてもダメだし そうだよね。そうそう、だって秒早かったら出てきち、女の人もついてきちゃうかもしれないから、あっけに取れるぐらいのスピード感があったわけだもんね。そうそうそうすごいよそれは。すごいし、そのピャって行っちゃった後の鬼ラインも、その人に鬼スタンプ送ってんのか、うん、おいてめえこの野郎ってなってるのか友達にあいつマジありえないんだけどって送ってるのが、なんかすごいよね、うん、やっぱなんかあとはやっぱ終電とかで終電に乗ってると、でもうなんだろうな、返したくない男の人が返したくないこの女性を、はい、とかね、ちゃんと新宿で降りていく人とかねじゃあ私ここだわっつって、うん、っていうのもあるよね。その時にね、うん、電車内に残ってるの大体男なんだよ。そうそうね、でその男の背中を見るのがすごい好きなのドラマ、ドラマだね。あの見えなくなったあたりの時に、うん、ちょっと後ろを振り返って席空いてみるかなみたいな哀愁がね愁が漂ってるね、うん、いやなんか電車って面白いですね。みたいな電車ちょっと乗りたくなったもんね。人見たくなったよね。やっぱ車乗ってるとさ見るよ別に、あの歩行者とかでもさ、はい、いるなんか面白い人、すごい格好してる人とか、奇想天外なあのファッションの人とか、それこそあのなんでこのでっかい交差点の信号待ちでそんなイチャつくんみたいな人もいるしいやいや、すごい女子車に乗ってさ、こうやって助手席側の窓からさすごい目に入ってくるからめっちゃ見ちゃう俺もすごい目合うぐらい見てる多分よしきじゃねってなるぐらい多分見ちゃうって。そんな、人って面白いよね。メール読みましょうか。割り勘問題ね結構ねマッチングアプリの話とかも出てくる。これいいですよ。ラジオネームナナさんからいただいた、男女でご飯行った際の支払いについて聞いていて思い出した話、大学1年生の時サークルで出会った男子と仲良くなりご飯に行くことになりました。特にお互い恋愛会場はなかったのでただ楽しくお食事をして終わったのですが、お会計の際に金額を聞いたら、いやお金はいらないよって。相手は上京したばかりで一人暮らしをしていると知っていたため申し訳なく払う払わないというやり取りをしていたら、俺とのご飯にお金を使うくらいならその分趣味に使えなよ、好きなものについて話しているとき楽しそうで好きだしと言われ、深くにも少しキュンとしてしまいました。その後もご飯に行くたびお支払いしてくれるので、こちらもその分のお金で2人ともが好きなアーティストのライブのチケットを毎回2枚取りプレゼントするようになりました。おごられるのは申し訳ない気持ちになりますが、この関係は結構好きでした。これなんかいいじゃないですか。男性は多分あなたのこと好きだったんでしょうね。やっぱこの感じだとそう思っちゃうけどね。でしかもさ、で奈々さんは奈々さんでその分でお金買って、これはもう一緒に行ったかどうか書かれてないけど2枚チケット取って行ったりとかしてたわけでしょ。うん、届いてないね。うん、お互い恋愛感情はなかったのでってさ、これさ向こうに恋愛感情があった時にすごい残酷な鋭利なナイフだよねこれ。そうね、いや俺はだからさ、このさ、私は向こうにも恋愛感情はなかったのですがって断定しない方がいいっていう、このこういうメールを読むたんびに俺はそんなことないと思うんだけど
あ、彼女いたらね、うん、ちょっと話は変わってくるかもしれないけど、でも彼女いたらさ、2人でご飯食べ行ったりとかもなかなかしないじゃない。いや、まあね、その友人関係としては良かったと思うけど、多分好きだったんじゃないかなって想像はしてしまいますけどね。どうし、あ、高橋くん、そういう経験ある？高橋くん、どちらかといえば今の男性側みたいに思い届かないこっちはこっちでアピールしてるつもりなのにねそうですね。あ、でもなんか高橋くんはすごいあの友達だからみたいな。あ、もうそれめっちゃ多いですゆうたってすごいあの弟みたいだよねみたいな。辛いですすごい真に迫っていたね。死にました、ひなぽっぽさんがいただきました。マッチングアプリの話題出てましたね。私も彼とはマッチングアプリで出会いました。ちなみに彼も初めてのデートの時から食事代は全額出したいと言っていました。私個人としては私の意思で好きなものを食べて楽しんでいるのだから、その費用を全額負担してもらうのはなんだか申し訳ないような気持ちになってしまいます。かといって男としてのプライド的なものもあるようなので、割り勘を強く押すわけにもいかず、私は例えばその後立ち寄った喫茶店ではコーヒー代をこちらが、出すなどしていました。彼としてはそれすらもなんだか腑に落ちない様子でしたが、そんな彼が今の旦那さんです。結婚した今となってはお財布にお金が多く残っている方が出すような形になってしまっていますが、付き合いたての頃のやり取りを思い出し、なんだか懐かしくなってしまいました。これはなんかいいじゃないですか。お互いが結果納得してるのであれば何でもいいわけですよ。いや、もうやっぱさ、こうマッチングアプリの話題とかさ、一番最初なんだったっけね、マッチングアプリでこういうなんか割り勘うんぬんかんぬんで、よしきさんは思わずやってしまう癖ありますかって、はいはい、マッチングアプリの話させろよみたいな話があのフックだったと思うんだけど、結構やっぱマッチングアプリを使われてる方が世にいるんだなっていうのがそもそもの印象ですけどね。こういうメールがいただくのと、あと放送してる時もさ、ハッシュタグとか見てると結構あのマッチングアプリで出会った男でこんなやついたよみたいなね、ツイート見かけたりとかするから、あ、結構使われてる方いるんだなと思って、なのにそれが俺と世間とのギャップでしたね。うん、やっぱね、こういう仕事やってるとなかなかそういう不特定多数の人と出会うような場には行けないし、できないじゃない？はい、うん、多分分かんないけど、やってる人いるのかもしれないけど、なんかちょっと嫌じゃない？なんかマチコンとか行った時に、あれ中島よしきじゃねって、あのすごい恥ずかしいあいつなんかラジオとかでめちゃめちゃモテる風な空気出してるくせにマチコン来てるのかちょっと恥ずかしい感じしちゃいますね。はい、というわけで、次回が、ラストになるんで、皆さんメール、送ってください。よろしくお願いします。まだまだ僕への質問や感想お待ちしてます。中島よしき三大話よしき。はい、このコーナーではリスナーさんからキーワードと結末募集しております。毎回キーワードは3つ、結末は1つ引いて、キーワードを全て使いつつ引いた結末に向かって話を紡いでいくということで、まずキーワードですかね。はい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 、これといっぱい引いちゃうんだよね。これだ、ここにしよう。いや、ラジオネームハズレクジさんからいただきました。もう名前が不吉だけどね、断崖絶壁。うん、そんなにハズレじゃないね。ゆいさん、ちょっとだけお茶が残ってるペットボトルあー、ヤーミンさん、遠吠え。断崖絶壁と遠吠えはなんかよいしょ。あー、シアンさんから来ました、TikTok で100万フォロワーできちゃうなどうしようかな、 なんかひねれねえなやってみましょうか。うん、最近 TikTok ってアプリがね流行ってますよね。僕はあの TikTok っていうのは見たことちょろっとあるかなとか、バズってる動画とかをちょっと見たことがあるかなぐらいで、あの全然馴染みはないし、なんだったらやっぱそのね、若い子たちがさ、自分のお顔を晒しながらこうね、
写真とか動画とかを撮ってるからそんな簡単に顔を世界にさらすもんじゃないよってもうジジイみたいな発想でこう見てるんですけど、まあ人気なものにね若い子が行くのはまあ分かると。そこで僕がこう、まあ、バズってる一個バズってるので知ってる動画で言うとまあ俺結構綺麗好きじゃないですけど家にゴミをあんま置きたくない、ちょっとだけお茶が残ってるようなペットボトルとか絶対ないです。だからそれをダメな気がしてきたな。まあそれは置いといて。変な汗かいてきたな。それは置いといて。ダメだな。ダメだな。最初からやり直したいな。という最終回ですね。この。このコーナーは次回はないので、まあダメだったということですね。いやなんかさあったのよプランというか、いや行けそうだったのよ。断崖絶壁と遠吠えがすごいあったし、最終的にはなんかやった動画がそれがきっかけで TikTok で100万フォロワーいったんですよねみたいな話にすればまあ収まりはしちゃうかなと思ってたんですけど、なんかやっぱダメだね。なんだったんだろう、何がダメだったんだろうかというと、あもうちょっとだけお茶が残ってるペットボトルで自分の話をし始めた時にこれはダメだなと思いやそれがそれをそのつもりでこう行こうとしてたのがペットボトルの処理がしきらなかったですね。いやなすっきりしないな。なんだろうな、このコーナーってさ結局どこが完成形だったの？うまく喋れることなの？うまく面白く初回下がってきたね。うん、なんかなんでだろうね。まあ、でもコーナーっていうのにはこういうのもあるっていう話でいいんじゃない？初回がピークっていうコーナーもあるよっていうあるか、 あるし、なんだろうね、その時の方がなんかこう方法論とかじゃない感じでやってたから、こうしなきゃっていう頭の塊がまだなかったのかもしれないね。なんかやっぱ逆にオチが見えすぎて間がスカスカだったら今日に関しては、あー真面目な反省これむずいって。というわけでエンディングでございます。番組では皆さんからメッセージをお待ちしてます。三大話はもうやらないので、ベストオブ様式、あなたから届いたものと最高に合うと思うものをお答えするので、どんどん1個目のお題書いて送ってください。和式様式様式、あなたが考えたお題と和式様式様式の回答をセットで送ってください。メールアドレスはすべて小文字で yoshiki@joqr.net yoshiki@joqr.net まで。そして番組ツイッターもぜひチェックしてください。アカウントは yoshiki_qr です。ハッシュタグはハッシュタグ yoshiki です。最後にこの番組は YouTube にじスタチャンネルでのアーカイブ配信があります。毎週、火曜日夜7時更新予定しております。おまけもついているのでぜひこちらもチェックしてみてください。まずはチャンネル登録お願いします。というわけで次回はいよいよ最終回、楽しく終わりたいと思いますのでぜひ皆さんメールよろしくお願いします。ということで今週はここまでです。中島よしき、お相手は中島よしきでした。また来週。中島よしき、この番組はにじスタの提供でお送りしました。ということで中島よしき12回目の放送いかがだったでしょうか。この音声はアーカイブでお楽しみいただいているあなたに向けた放送後期的なものになります。まずはちょっと三大話の行く末についていいの？なんでよ反省会、反省会次に生かすんだよ俺もあんたも。いやだからやっぱその何リアルな話なのか空想話なのかっていうのがやっぱ曖昧なままやっちゃったから、うん、あオチを決めなくてもよかったのか。でも自分で落としてよかったってこと？まあそれはそうだよ縛られ
逆にね、その、まあ、道筋が立てばオチがあった方が逆算だから、多分これはここに行くためにはこれをどうピックアップしていくかみたいな話だと思うから、トークって逆算なんだね。気づいちゃったよ俺。トークって逆算なんだ。トークってね、本当ただのロジックでしかないんだよね。ロジックだね。だからそれを口頭無形な空想話なのか、ちょっとやっぱそのリアリティのあるエピソードトークに落とし込むのかっていう、エピソードトークに落とし込むんだとしたらこれ難易度グググッと上がるから、まあ難しかったねっていう話です。コーナーが、あとあれですよ、高橋くんの初恋高橋くんが初恋の相手にすごい似てるというメールを前回いただいて、はい、聞かせていただきました。まあ、ちょっと放送から収録まで間がなかったんで続報がないんですけど、はい、聞いててどういう気持ちになりましたか？あ、でもなんか悪い気分はしますね。そりゃそうだよね、はい、ちょっとなんならちょっとそうだよね、嬉しいな。そうだよね、まあ、あとちょっとなんかわざわざ私の名前をメールに出してくださったら、うん、ちょっとなんかこう申し訳ないなという気持ちと、いやいやいや半分なんか、やっと1位になれたのか。でもさ、これわかんない、声も似てるし声も似てるし同級生だし名前が近いと。でもこれさ、名前が近いから違うから多分高橋くんではないじゃない。私ではないです。ただすごい猛烈に意識をしてしまうという意識して聞いてしまうというメールだったじゃない、はい、だからこれはそのメール送ってくださった方のことをもうちょっと知ってそれを高橋くんに伝えるというのをやりたい。これマッチングラジオですからやっぱり、うん、俺がマッチングするんですか？そう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 です、マッチングさせていく、リスナーと番組プロデューサーをマッチングさせるラジオこれが王じゃないんですよ。12回13回やってきた俺たちの公式ですこれがよしきですそう、俺と仕事をすると出会いがあるという、しかも素人さん高橋くんも素人さん、そうね、高橋くんもね、素人さん、うん、出役じゃないからね、そうそう、うん、だからあとは若いお二人にお任せしますけどもみたいなところまではもうやれたらいいなと、やれたらいいな、うん、だからメールをお待ちしてる段階です。やっぱだってちょっとドキッとするじゃん。いや、しました。そんな風に言われたらさ、久々でしたねこの感じ、誰かに好意を抱かれてみたいな。わかんない。でもさ、それがさ、高橋ゆうまで合ってるんですよねっていう、その一文字がゆうきなのかさ、ゆうとなのかわかんないけど、ゆうたなわけじゃん。たです。うん、高橋ゆうさんかもしれないそうだから、これがでも彼女の記憶違いでゆうがゆうただった可能性もあるひょっとしたらご本人かもしれない。そんなことありますか？これがご本人だったらすごい運命ですね。うん、あとはもう好きにしてくださいメールにこっちから返信するから高橋くんのアドレスだけつけて、まあ、気があればね、みんなのね。というわけで次回はいよいよ最終回ですけども、最後まで楽しくやっていきたいと思います。来週も楽しみに。